サマニ町は北海道の日高振興局管内にある町である。サマニ郡に属する。町名のサマニはアイヌ語起源で語源はサマムニまたはサムニエサマンペなど諸説ある。全域がアポイ岳ジオパークとして国際連合教育科学文化機関の世界ジオパークに認定されている。北海道南部、日高山脈の南部に位置する。町の南部では 山脈が太平洋に迫り、特に冬島ホロマン館の日高や馬景は、気象、県路で知られ、江戸時代に山に山道が開削されている。江戸時代に砂金採取のためには人が多数移り住むようになった。漁業が盛んな町であり、漁業基盤となる四つの漁港と二つの漁協所を有し、前浜を流れる暖流と寒流の影響を受け、多種多様な魚種が生息する漁場が形成され、 古くから水産業の町として栄えてきた。酒ます。タラなどの他にタコやウニ、ツブがや昆布など多彩な海産物が採れる。低地網漁業で漁獲される。天然秋酒の一部は銀製と呼ばれ日高振興局管内でブランド化されている。酒ますの漁獲量は全国9位、日高振興局管内1位である。昆布も 全国屈指の産地であり1876トンの漁獲量は全国6位となっている。この他に、畑作、稲作、酪農、畜産、馬産なども行われている。隣の浦川町と共に夏イチゴの生産に力を入れている。新規収農者も多く、涼しい気候を生かし全国有数の出荷量を達成している。さまに漁港2015年国勢調査によれば、 以下の集落は、調査時点で、人口零人の消滅集落となっている。様に駅2021年4月1日の JR、日高本線向川駅南廃止に伴い、運行系統の調整等が行われた。塩釜ロウソク岩と塩釜トンネル重要文化財、重要向け民族文化財天然、記念物調指定文化財。ありがとうございます。